皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにこちらの小さなタコの作り方をご紹介します。全部で8本の足があります。真ん中は穴が開いているので、このようにかぎ針や鉛筆に刺すことができます。キャップなどとして使うこともできます。またストラップとしてもぴったりです。タコの足はいろいろな色で作ることができます。顔もいろいろな色で作ってみてください。このようにとてもカラフルにできます。今回はいろいろな色の緑を使ってご紹介したいと思います。必要なゴムの数は全部で163本です。そして黒のゴム2本になります。今回はこちらのモンスターテイルを使って作りますが、ルームボードでも作ることができます。ピンの数だけを揃えていただければ作ることができます。あとはかぎ針で作り始めることができます。それでは始めます。まずはゴム1本を3回かぎ針に巻いてください。こちらがタコの足の始めになります。ゴム2本をかぎ針の先端にかけて、今巻いたゴムをこのように入れていきます。全部で6回同じ作業をしていって、タコの足1本を作ります。ゴム2本をかぎ針にかけて、今かぎ針にかかっていた中のゴムを新しい2本のゴムの中に通します。それでは3回目です。4回目です。今5回目が終わりました。それでは6回目です。これでタコの足1本が完成です。全体はこのようになります。全部で6回ゴムをつけていきました。まずはこちらの足を指にかけておいて、ルームボードのピンの1つにこのようにかけておきます。それぞれの足を別のピンにかけておきます。それでは8本タコの足を作り終わりました。このような感じになります。それではタコの足を下にずらしておきます。それでは次の作業です。1本ずつゴムをこのようにかけて、全部で8本ゴムを使うようにします。どこから始めても構いませんが、8本のゴムを使って1周円を描くようにします。全体はこのようになります。横はこのようになっています。それでは慎重に足を手に取って真ん中にこのように入れてください。タコの足の上にかかっているゴムを外さないように気をつけて足を持ち上げてください。タコの足8本すべてを同じように真ん中の穴に入れていきます。だんだん穴が小さくなっていきます。こちらが最後です。それぞれのピンにゴムが2本ずつかかっています。それでは2周目です。ゴム1本を先ほどと同じようにかけていって1周してください。
それではかぎ針を使って今かけたゴムの下のゴム2本を持ち上げます。足を下に引っ張ってください。今2周目が終わりました。体の2周目が終わっています。今全体はこのようになっています。それでは体の3周目を作っていきます。それではまた今かけたゴムの下の2本のゴムを持ち上げて真ん中にかけていきます。またタコの足を下に引っ張っていきます。4周目でタコの目をつけていきます。まずは黒のゴムを全部で4回かぎ針に巻きます。ゴム1本を手に取って中に入れます。そしてピンにかけてください。タコの目のついたゴムも今までと同じようにピンにかけます。その隣にもう一度タコの目を作ります。同じように4回巻いてゴム1本の中に入れます。こちらも先ほどと同じようにピンにかけます。かかっているゴムを少し下にずらします。残りのピンは今までと同じように1本ずつゴムをかけていきます。今全体はこのようになります。こちらの黒のゴムがタコの目になります。それではかぎ針で下のゴムを持ち上げていきます。目と目の間のゴムも同じように2本のゴムを持ち上げて中にかけます。足を引っ張ってゴムを下にずらします。下から見ても目があります。それでは6周目です。こちらも同じように1周ゴムを持ち上げて足を引っ張ってかかっているゴムを下にずらします。それでは仕上げです。まずは外側のピンにかかっているゴムを持ち上げて隣のピンにかけます。向かい側も同じです。時計回りにかけていきます。こちらは全部で4本のゴムがかかっています。こちらも4本のゴムがかかっています。
それでは6本のゴムをかけていきます。1本ずつゴムをこのようにかけて1周してください。それでは今かけたゴムの下のゴム2本を持ち上げて中にかけます。2箇所はゴム4本がかかっているので、すべて持ち上げて中にかけます。こちらも下のゴム4本を一緒に持ち上げてください。真ん中にかけます。またゴムを引っ張ってかかっているゴムを下にずらします。それではまた穴を小さくしていきます。こちらの外側の右のピンから真ん中のピンにかけます。次は左上のピンです。これで4つのピンにゴムがかかっています。また同じように1本ずつゴムをかけて1周してください。今かけたゴムの下の持ち上げて中にかけます。こちらは4本です。こちらは2本です。一番最後も4本同時に持ち上げます。ゴムを下にずらします。それではまた同じように左下のゴムを隣にかけます。次は右上のピンかかっているゴムを左にかけます。ゴムを下にずらします。それではまたゴムを上にかけます。残りは2本のピンなので、かけるゴムは1本です。今かけたゴムの下のかかっているゴムすべてを持ち上げます。ゴムを下にずらします。そして片方のピンにかかっているゴムすべてをもう片方のピンにかけます。そして今かけたゴムの下にかかっているゴムをかぎ針で取って結んでください。しっかりほどけないように引っ張ります。今全体はこのようになっています。そしてこのように表と裏を反対にします。そうすると目がこのように出てきます。これで小さなタコが完成です。全部で8本の足があります。別の色で作ったタコも皆さんに今お見せしています。いかがでしたでしょうか。私は一番左のカラフルなタコが気に入っています。こちらのタコでどれを気に入っていただけたか、ぜひ下のコメント欄に書いてください。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想などもお待ちしております。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。